こんにちは。今日はですね、この兵庫県にあります兵庫大仏、今ちょっと全然映ってないんですけど、後でもうちょっと詳しく映そうと思います。兵庫県にあるこの大仏はあんまり兵庫の人を知らない人が多くて、私は、知っているので紹介しようと思います。じゃーん。今工事中ですね。あ、めっちゃ大きいやろ。祝1200年みたいです。1200年前からあんねんな。はい、ですね、今大仏を撮っていたらパッと横を見たら、もっとすごいのがありました。ちょっと待ってください。で、平清盛の公募書がありました。すごいの。ですね、私はこの大仏さんの存在はずっと知っていたんですけど、この公募は知らなかったですね。はい、この、説明みたいなの書いてあるので、それを、今から写します。はい、では説明は以上です。バイバイ。